新経済催眠新聞チャンネルをご覧の皆さん、えー、こんばんは、えー。日本経済復活の会幹事で、えー、経済政策アナリストの池戸万作と申します、えー。本日もよろしくお願いいたします。えー、と皆さんあの YouTube のたくさんですね、コメントの方もいただいて、大変ありがたいりでして、えっ、ー、と、全部見させていただいていますので、まあ、今後の参考になればと思うんですけれども、僕最初はあの、神経性催眠新聞っていうところなんか、神、神経性、神経、神じゃなくて、神経性の神、神経に対しての、なんか催眠術をかけてるみたいなことを書いて、確かになんか続けてるとそんな感じじゃなーっていう感じなんですけれども、まあ、ある意味では、まあ、緊縮財政っていうのは、 あの催眠術にかかってるようなもんですからですね今日もその 神経性催眠もですね <laughs>、えー、えぇ、問いていきたいような、というふうに思っています。で、今回は、前回に引き続きですね、えぇ、ー、まあ、ヒロです、ということで、やっているんですけれども、まあ、あの、第一回の野田さんの時は、あの、ダチョウ倶楽部の竜兵会と間違えるっていうのをやったので、まあ、そちらもよろしければご覧いただければと思うんですが、今回は、まあ、ま、ヒロしです、ということでやっています。まあ、ヒロしさんというと結構自虐的なネタが多いんですが、えー、まさに吉川広士先生も、 ちょっと自虐的な経済士観的なのを持っているということで、えー、今回ですね、ツッコミを入れていきたいと思います。はい。で、えー、これがまあ吉川博、えー、学長、立証大学学長の経済財政認識についてまあ突っ込みを入れていくということで、えー、やっていきます。私はまあインクェイズ2%目標達成まで、毎月10万円欲しい経済政策アナリストの、えー、池戸満作です、はい。お金がないので、ぜひですね。 お金配ってくださいということなんですが、えー、まず、今回の土台になるシーンはこちらですね。えー、朝日新聞のこれ2年ほど前の記事なんですけれども、えー、まあちょっとデフレに関する記事があったので、えー、取り上げていました。これが、あの、2019年2月の27日ですので、えー、まあ2年前で、まだ、あの、平成だった頃ですね、まだ令和って発表される前の記事になるんですが、 なんで、平成の30年間を振り返りましょうみたいな記事なんですけれども、ハマはまり込んだデフレの罠っていう記事がありまして、これがまあ編集員の堀米俊樹さんという方が編集されたんですが、ここの部分は、あの、先生の、コメントになるんですけれども、まあ、吉川広ロ先生はですね、平成30こういうふうに言ってるわけですね。九十98年以降、賃金の下落で消費が低迷し、物やサービスの物価が えー、だらだら減落、えー、下落し続けたということなんですけどまあ確かに賃金の下落っていうのはいわゆるデフレスパイラルなのでまあこれもあの当然デフレの要因でまあサービスで物価下がるという要因なんですがまあそもそものこの消費の低迷のスタートっていうのは、えーまあ、1997年4月のやっぱり消費税5%の増税がまあむしろこれですね。 をしたのが大きいいんじゃないかなかとこれをしたことによって景気が悪化してでそれで結果賃金も下落して、まあ、物価もさらに下がっていったって感じですね。でこのですね「ダラダラデフレ」って言ってるんですが景気の低迷の元凶だったとは言えないって、えー、ここがちょっとえっと思ったんですが特になぜか理由とかも特に書いてなかったんですけども、まあ、その後リーマンショックも海外発だということなので。 多分デフレが景気の低迷じゃなくて、いわゆるリーマンショックとか、まあその前だとアジア通貨危機とかありましたけども、むしろ海外的な事情で景気の低迷だったんじゃないかっていうスタンスなのかもしれないですね。で、で、まあこれに対してはデフレでお金の価値が高まれば、まあデフレっていうのは要は、えー、物の価格が下がって、むしろお金持ってる人は 今まで持ってる人は投稿することですから、まあ、結局お金の価値が高まればあの将来的にもっと持ってた方がいっぱい物を買えるので消費、まあ、も控えますし、まあ、企業もですね、まあ、投資を控えてどの内部留保を貯めていくという感じですねむしろその原稿から借り入れしてし借金してまで投資しないと借金の返済が逆にデフレーと厳しくなってきますので。 えーまあ、控えてしまいますと。の、ま、で、あ、そがまあ定期のゲ営名の減強ですと。スタートはまあ消費税5%減税、えー、5%の増税ですね。やったってことなんですが、まず、あ、その賃金の下落に関しても、えー、やっぱり消費税増税の影響が大きいですよってことなんで、結構これがもう割とはもう鮮やかに出てるのが、やっぱり実質賃金の、えーまあ、指数の推移を示したんですが、えー、これがまあ、 厚生労働省の毎月勤労統計助成率作成ということで。これで、これ2015年を100として見てますと、えー。これは年度で見てますので、えー、2015年も100.3とか、それぐらいですね。ちょっと、えー、点小でありますが、えー、まあこういう消費税を増税すると実質賃金が下落する。減税すれば、まあ、実質賃金は上昇するということなんで言ってるんですが、えー、これがですね、実質賃金のピークがですね、 見てみると1996年が一番116.5%と、えー、日本人の給料は高かったもう25年前の方が高かったって話ですね。えー、それがまあ100ですから、まあ、昔は 16%16% 16日本人は給料高かったけども16%パってかなりの量ですけれども、えーまあ、それぐらい日本人はもう実質値で、えー、貧しくなってしまいましたと。 ピークでしたとで1997年4月の、えーしえー、消費税3%から5%の増税期に下がり続けているこれが、えっと、4月3月で取ってますからここですね97年もちょっと落ちて93年でさらにガクッと115.2になりマイナス1.3ですねでここからガクッとして113.1なので、えー、2%ぐらい落ちてるとそれはまあ当たり前、まあ、消費税増税分でまあ物価が上がって えー、消費税が増税されたのでじゃあ賃金も同じように上げましょうっていう企業はそんないい企業はありませんので <laughs>、えーまあ、その分だけ賃金が据え置きだと物価の消費税で引き上げ強制的に上げた分だけ、まあ、押してしまうので、えー、賃金は変わらないので、まあ、実質賃金は押していくという感じですね。で、まあ、2000年ちょ,ちょっと真っ赤したと思ったら、えー、また小泉竹中行動改革の辺りで下がってって。 まあ少しリー,リーマンショック前ですね不動産バブルで海外の景気少し上がったと思ったらまあリーマンショックでまたズドンとしてしまいましたでその後もまあちょっともう回復したと思ったら今度はまたですね、えー、ここをですね2014年にも同じように消費税5%から8%に増税したことによってこれ100.3だ103.3が100.3ときっちり3%分落ちてるというような。 えー、グラフになりますので、まさに消費税増税というのが、えー、ま強制的な、えー、物価の引き上げですから、実質賃金はそれに伴って、えー、同じように落ちていくというのがこのグラフでした。結局消費税増税で景気が冷え込んで、えー、賃金も同じように下落していく、それがまあさらにまあディフレンスパイの原因になっているという感じですね。 えとこれは青の部分はこれ広ロ先生が言ってる部分ですので、えー、広ロ風に言いますと「えー、広瀬ですデフレ脱却の旗は下ろすべきです」と言ってるわけですが、えー、国の借金である国債を日銀が大量に買い続けると財政の規律は緩み <laughs> 銀行経営も圧迫する。 とということなんですけれども、えーまあ、日本銀行がまあ国債を買えばむしろこれは国の借金とは言えなくなるっていうのが一つですね、えー、結局日本銀行ってまあ政府の子会社ですので、まあ、連結決済で見たときに、えー、結局まあ相殺し合うということですね、えーまあ、政府の負債と、えー、政府の子会社である日本銀行を持ってる負債っていうのは結局同一すればもうそれは消せるんじゃないかっていうのが まあ会計的な見方になりますと。でえー、まあ財政の規律をですね、むしろ大幅に緩ませないとデフレ脱却はまあできませんということです。えー、でもむしろ安倍政権はですね、これは緩み足りなかったと。えー、デフレ脱却できなかったわけですから、あの全然財政を規律がまだまだしっかりあってしまったっていう状況になります。まあ、銀行経営を圧迫するっていうのはまあまあ、一理あるかなとは思うんですけれども、 えーまあ、むしろ買い続けることで、むしろ財政の規律をもっとです、ね、やっていかなきゃ財政の規律を緩ませて、どんどん財政出していかなければいけなかったとっいう感じになります。で、えー、もはやデフレではない今、まあ、一応2年前ですけども、えーまあ、そんな旗、デフレ脱却は下ろした方がいいとい言ってるんですが、まあ、2019年当時でもまだまだ、えーまあ、低インフレの状態でしたと。 で、まあ現在はですね、えー、コアコア CPI を見ると、直近だと0、マイナス0.4の再デフレに突入中ですので、えー、もはやデフレではないと言ってますが、2年経った今では、まあしっかり、えす、ー、でにもデフレになってますという感じです。で、まぁ、あ、その2019年当時、ちょっとど,どうだったかっていうことで、 えー、これは中大学の大学院の修士ノームから書いたんですが、えー、2010年代のインクエイツの推移ということで見ていきますと、えーまあ、2010年代の消費者物価指数、えー、前年比の対前年比の推移ということでこれ青が、えー、いわゆるコア CPI と言われる、まあ、生鮮食品を除く総合の指数ですとでこの赤の方が、えー、いわゆるコアコア CPI と呼ばれる食料品に,対して食料品に加えて えーまあ、エネルギーです、ねえー、などを除く、えー、指数ですと、まあ、これ総務省で統計局のデータより作っているんですが、えー、この消費者物価指数の推移を見ていくと、まあ、2010年代1110年11年12年この辺りは、えー、がっつりデフレでしたとで2013年安倍政権まあ多少この辺り安倍政権積極財政もしましたので。 なのでちょっと物価が上向いてきたんですが、まあ、2014年はこれ消,消費税増税でした。つでまあちょっと上がってるわけですけども、まあ、それ以降ですね、消費税増税以降はこう下落してきてるという感じになります。えー、まあここは1.0で、えー、青の方が出てくる。で、ここですね、まずコア CPI は2016年はマイナスだったっていう感じで、また、こちら民主党政権時代に逆戻りしてしまったような感じですね。で、2017年に関しては今度コアコア CPI が、 えー、マイナス0.1ということでここで結局がっつりまたデフレに戻ってるとで2018年は一応0.4%まで上がって2019年も一応0.6でしたがやっぱりまだまだこれ上がり足りなかった結果ですね、えー、まあやっぱり経済危機が起きると今みたいにがっつり、えー、落ちてしまいますのでまたデフレになってるっていうのが現状です 2018年コアコア CP は0.4でしたので、えー、2017年に対しては0.1のデフレでしたからさすがにこの2019年2月当時にもはやデフレではないという,うに言い切ってしまうのは、えー、どうかなってまだまだちょっとデフレに足がかかっているような状況ですから、まあ、デフレではないとは言い難い状況だったのではないかなというのは、まあ、このグラフからわかるわけです。 で、次なんですけれども、えー、次は朝日新聞から読売新聞になりまして、えー、2020年10月,4月、えー、10月4日の記事ですね。えー、私の,誕生,の誕生日の日、月の日なんですけども、えー、誕生日になんか6でもない、6でもないバースデープレゼントではないんですが、えー、まあありましたと。で、これがですね、えー、地球を読むというまあコーナーがあるんですが、そこの国の将来像を説明するとき、ここでいう えー、基準見出しになりますの、えー、で2%の目標は、えー、さらに遠のくことになろう、うんでまあ、そもそも2%物価上昇自体が正しい目標なのかということなんですが。 えーまあ、これはちょっと意見いろいろあるかもしれませんが、まあ、私自身はこの目標は、この目標自体はあの正しいと考える、えー、と立場ですと、えー、やはり、えー、こういう目標をしっかり立てないと、ずっとデフレが続いてしまうんじゃないかなということと、むしろこのデフレであればですね、むしろ2%の目標に向かってですね、まあ、積極財政をしっかりやっていけっていうふうな形で、えー、むしろこれ、積極財政をやる。 理論としてしっかり裏付ける目標になるんではないかなというふうに、まあ、政治的な理由からえ考えますということですね非常に自民党は一応これに目指してる立場ですから、えー、それをやりたいんだったらデフレ脱却と言ってる自民党の議員の方もいますからだったらもっと財政出動しろよと、えー、総重要を増やしていけよっていうことをですね、えー、自民党の議員に対して解きやすくなるという点では、えー、項目もはまああった方がいいのかなっていう立場ですね。 で、これあともう一個がですね、ちょっと下の記事はまた元に、あの、後で戻るんですが、えーまあ、世界各国のね、平均インフレ率を見てみると、やはりですね、えー、大体やっぱ諸外国の2%金棒で、大体多くの国々がな、まあ、先進国なってるっていう感じですね。で、日本だけが、 0.11と異様に低いという状況ですのでえしかも0.11というのはこれ2回分のですね消費税3%から5%とえ5%から8%までのえ2回のこの消費税増税に無理や強制的な物価の引き上げ分も含めた上での0.11ですのでこれ消費税増税分を除くとですねえもうがっつりマイナスのデフレになっているという 平均値ででデフレになってるっててるいう感じですね、まあ、スイスに関してはまあおそらくこれ、でもユーロとのあの為替レートの固定、準固定性なので、そのあたりの影響もあるのか、まあ、台湾も多分中国の人民元との関係あるのかもしれないですね。うん、で、低いんですが、まあ他の国、ドイツ、比較的低いドイツでも1.39という感じでして、 えーまあ、アメリカは2%超えてますイギリスも2%で、中国がめちゃくちゃ大接出しているにもかかわらず、1 9で平均で収めてっていうのは、すごいなという感じ、まあ、しっかりその分だけ供給能力も高めて、えー、インフレにならないような仕組みを作ってるのかなっていうふうに、えー、この図が見て取れるわけなんですが。 まあこのように先進国の多くが2%前後のインフレ率をしているということはまあデフレは0%インフレではいけないと言えるんではないでしょうかで、ねえー、まあ、もしですね、で物価上昇率はゼロの方がいいというんであればこれも世界中でゼロになってなきゃおかしいわけですから、えー、そんな国は一つ,つしかないわけですから、まあ、大体世界中の国は2%ぐらいに ということは、大体この辺りが一つのコンセンサスなんだろうというのがうかがえるわけです。まあ、むしろ2%でも少し低くて3%、4%の方がいいんじゃないかという議論も今あるみたいです。まあ、僕もむしろもっと高くてもいいかなという,うな、えー、立場ではあるんですが、まあ、とりあえずはまあ最低でも2%ぐらいはしっかり目指さなければいけないという,うな立場です。でまあ世界標準としてまあインフレ2%も目標自体は正しいというのが一つと。 で結局世界中がこれインフレ率2%にしていますのでこれで中に日本だけが一国だけがデフレだとこれは世界に対してですね、えー、相対的に貧困感が進んでしまうというのが、えー、問題点としてこれは挙げられるわけですね、えー、他の国がどんどん名目経済成長してなんか日本だけは全然経済成長してませんっていう風になってしまうと、えー、もしかすずとこの世界との差が出てきてしまってもう中国はもどんどん経済成長してますから えこれはまあ言ってしまえば安全保障とか防衛面に関してもどん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 遅れを取ってしまって非常にこの小国アジアの小国になってしまうと貧困国で貧しくなってしまってえ今後の何ですかねえどんどんあの安全保障面も問題が出てきてしまうという感じですね。なのでやっぱりしっかりここは脱却してえ国民をですね豊かそうあの世界と比較しても相対的に豊かにしていかなければ なななならいいいいんじゃないかなとううふうに、えー、思いますで、先ほどの記事に戻りますと、はい。で、えー、先ほどの記事なんですが、の下ですね、こういうふうに広瀬、えー、先生言ってます、えー。マネーを増やせば目標が達成されるのか、えー、経済学者、エコノミストの意見は2つに分かれている。で、えー、っと、これなんですけども、まあ、確かにこマ、マネーのやっぱり性質が、 え問題なわけですね。で、マネーを増やせ目標を達成ないまあ確かに、マネーがこの日銀当座預金を、日銀当座預金ですね、これを増やす、膨らますだけでは、まあ目標を達成は難しかったと。まあ実際できてませんというのが、あの異次元の金融緩和の結果だと思うんですが、まあ結局これに対するマネーっていうのは、国民に対するマネーでなきゃいけないっていうことですね。国民に直接給付しなければ、 えー、目標を達成できないんじゃないかというのが、えー、私の意見になります。でこれに関してはですね、えーまあ、以前あの昨年の5月ですか出演した「Mr.TV」の方に出演させていただいた時にですねちょっとあのピコンひらめいた気になってしまうんですが、まあ、こういう意見を述べさせていただいて、えー、図で説明しました。で詳しくはまあこちらのですね「Mr.TV243 回目のですね日銀による国民への現金寄付について議論してみたを」を まあご覧いただければというふうに思うんですけれども、えっとまあざっくり、えっとこれ今一応概要だけ説明しますと、まあ新しいお金の、お金の流れの仕組みを導入ということで、え、まあ一般的なあの金融緩和の仕組みっていうのは、日本銀行がまあ新しくお金発行して銀行の貸し出し金利を下げると。貸し出し金利を下げれば、銀行から会社、会社がまあお金を借りやすくなりますよねって話だったんですが、 えーまあ、お金を借りて投資すると。で、投資してもかったら会社員の、えー、会社の利益も増えて、従業員の給料も上昇するよねって話でしたがあの、そもそもデフレではお金借りませんとで。だから給料も上がりませんって話ですね。えー、仮に今、金利がめちゃめちゃ下がっても、そんなに金利だけを見て、別にお金を借りているわけではないので、えー、まあ総合的に見て、 金利が下がったらかとしてもまあ、借りるわけではないという感じですねまあ、もちろん多少は貸し借りやすくはなるかもしれないですけれども、えー、まあ、少なくともインフレ率2%目標に達するほどまでではなかったっていうのが、えー、結果だと思いますでこれに対してですね、えー、これではまずいので、えー、政府がですね国会でまあ公共事業とか給付金を配るっていうこともやってやらなきゃいけないわけですけれども えー、このこれに対してもですねいわゆる無駄策、ここ公共事業は無駄だとかねそんなもう少子高齢化で、えー、人がもうどんどんいなくなってるところにそんな公共事業をする人があるのかとかですねしかしか通らない道路を作ってどうするんだみたいなことでこのずっと20年間バッシングされてたわけねでこういうのは無駄だっていうことで無駄削減あったと。 で、えー、に対して給付金を配るのも、これ、いわゆるばらまきだということで、国民に金を配るのもよくないと、ばらまきで人気取りだ、批判だっていうことで、えー、両方言って言われてしまうわけですね。結構、まあ、日本維新の会なんか、こう両方を合わせ技で言ってたりとか、まあ、結構ばらまきは割た自民党の議員とかに多いのかなっていう感じはしますね。無駄削減の方は、り、えー、と旧民主党系が結構こう、目の敵にしてる感じですよね。だから なんか、どんな政党を取ってもダメだよなっていう状況なんですが、あとはもう小さい政党でやってくれないとっていう感じなんですけれども、えまあこういう状況がありますので、えこれでは、あの、当然、デフレ脱却できませんということですので、私がこれ提唱するのが、日本銀行がですね、こっちは日本銀行がもうこれ直接、え国民にお金をばらまいたらいいんじゃないかと。 えー、お金渡したいいいんじゃないかと日銀当座金を国民が持つような感じにした方が、えー、いいんじゃないかっていうのはこの提唱の、えー、だったんですが、まあ、これだとちょっと日本銀行のですね、えー、バランスシートが悪化するんじゃないかっていうふうに三橋さんおっしゃってたんですけれどもそれあのだからそれ違っていて、えー、実はこれバランスシート日本銀行は別に悪化しなくてですねえっ、ー、といわゆるこれ日銀当座預金が えっと、えー、この国民への給付金に変わる、あの、科目が変わるっていうことなので、別にあの、日本銀行自体の負債が膨らむということは、えー、ないというような、あえーえー、考えを、あの、ご指摘をいただきましたので、そういった心配も実は、えー、ないそうです。なんで、まあ、こういった仕組みっていうのがですね、えー、まあ、特に日本は必須なんですけれども、えっ、ー、と、なんか、 この行った後にですね、海外、どっかヨーロッパの国でですね、こういった、えー、直接、地方銀行が国営にないたいいんじゃないかっていうのはなんか考えられて検討されてるみたいな記事を見ましたので、これはですね、もしかしたらまあ今後、えー、コロナ禍でインフルエンスが下がってくると、えー、こういった政策はですね、捉えていくのかなというふうに思いますので、 えー、ぜひですね、これ取られた際にはですね、この仕組みをですね、えー、ぜひ満作と名付けていただければ <laughs> 嬉しいかなという感じですね。あの、体操の技みたいですね。塚原とか森末みたいな感じで。最近だったら床の白井ってありますけど、この体操の技みたいな感じで、これは満作ですね。満を作るから満作で、ちゃんとあの名前の語呂としても合ってるということですね、えー、やっていただきたいと思いますし、多分これはもうコロナで世界中がデフレになって金利下げても意味ないなっていうことになってきたら、 えーまあ、どこかしらの国で多分地方銀行が巻くことは十分ありえるのかなと思いますまあそれが日本であってほしいんですけれどもちょっと厳しいかなっていうのは残念ながらって感じですねはいでえー、と次なんですけれどもこちら、えー、これは青なんで広ロさんの部分ですねん、えー、広シです,ですということなんですがアベノミクスももともとは第三の矢制服 成長戦略が本命だったはずなのに、矢は的に届いてなかった。えー、かったですね。って話なんですけど、まあ、第3の矢は、まあ、不要な戦略だったので、良かったです。ということで、まあ、なんか、吉川さんは成長戦略をやりたかったんだねっていう記事でした。で、例えばですね、これ、規制改革がいかに社会を変えるかは、えー、ビザ要件の緩和などにより、 外国人観光客が激怒したことを見れば明らかだ、えー、なんか激怒したのが良かったみたいな感じなんですけども、えー、まあ菅内閣にはまず国の将来にとって必要な改革を分かりやすく説明することが求められてるということで、まあ、しっかり分かりやすく説明してちゃんと改革をしてこういう改革をしてくださいっていうことなんですがまあまあ「みつ足 TV」をご覧の皆さんの政策論解はこういうのは いらないよねっていう不要な改革でしたと。で外国人観光客にそんなインバウンドで頼るよりも、もっと日本人を豊かにしてお金持たせて、日本人が全、日本各地に観光できるような国にくしなきゃダメでしょっていうのが。 えー、まあ皆さんの、えー、意見のそういうで、まあ私ももちろん絶対そういう日本人がもっと観光できるようにするべきだという意見ですから、えー、まあこれもちょっとどうなのかなっていう感じはします。で、まあ多分このあたりは結構ちょっと読売新聞的な記事で、まあちょっと何ですかね、朝日新聞、支え合いとか言ってる朝日新聞とはちょっと違う感じの <laughs> 記事だなっていう感じで、結構やっぱこういう改革とか好きなんだなっていうのが伺いました。吉川博士先生もこういう成長戦略の方がお好きなんですけれども、まあ結構第3の矢をやるよりもむしろね、第2の矢が一番重要だろう、積極大事の大事だろうっていうことなんで、むしろもう第2の矢,矢だけでいいというか、もう第2のや,やりぐらいでもうひたすらついていった方がいいっていうのが私の意見ですね。はい。 で次なんですけれども、えぇ、ー、ですと、えー。財政再建は政府の責務です。広ロですと言ってるんですが、えー、債務対 GDP 比が先進国最悪ですと。で、えー、財政再建への道筋を明らかにすることは政府の責務です。前回政治家の責任で、今度は政府の責務になりましたね。えー、なんで政府は財政再建が健全であることを むしろ明らかにすべきというののは私の意見です、ねえー、道筋4つこれ結局でもこの、まあ、前回も言いましたけど債務対 GDP が先進国最悪ならば、えー、GDP の方にむしろしっかり名目 GDP をしっかり上げるって話じゃあってそっちが結局は財政再建このまあこの仕様自体はいらないかなと思うんですけどもむしろこれ乗っ取ったらむしろ名目 GDP 上げろっていうのが、えー、財政再建の 道にになななるんじゃいいかなという,ふうに思いますでまあむしろまあ財政は別に健全でしたっていうのも、えー、前回の動画で述べた通りですので、えー、むしろ健全なことは明らかにしてくださいと。で次がですね経さんはこう言って景気は短期景気、えー、は短期まあここの部分はまあいいと思うんですが。 えー、少子高齢化のもとでの社会保障改革、財政再建は長期である。一国の清水は政治がどれだけ将来を見通せるかにかかっているということなので、えー、むしろ財政危機ではない現状をですね、的確に把握できなければ、まあ、正しい将来上にも見通せるわけがないです。もう最初の前提条件からこれ間違えてるわけですね。財政再建が必要だと。いや、別にいらないだろうっていうことなんですが。 えー、結局その前提条件をですね間違っていたらですね、えーまあ、正しい将来,将来像も間違ったままになってしまう間違った結論になってしまうということなので、えーまあ、まずはですね、まあ、景気は短期切っていってる場合もいいと思うんでまずは本当に景気をしっかり回復させて、えー、積極財政によるまあデフレ脱却がまあ不可欠ですと何、まあ、な,ならこういう形でお金直接こうに配ってくださいっていう話なんですが、えー、という形でですねしっかり将来像を、ね、作っていきたい。いい いいいいたただきたいなとううふうに思いますで,以上がですね、えー、吉川博さんんの特集だったんです、はい、でまあ最後に、えー、前回の動画も含めて前編後編の、えー、まとめをしますとまあ吉川博学長への反路のまとめということで一つはですね、えーまあ、財政再建はもうすでに完了済みですよと日本はドイツイタリア並みにしっかりこの20年間財政再建を努めていましたんでもうコロナ禍でも、えー、どんどんん え問題なくやこれ国債発行していってくださいということですね。で2つ目がですねこの支え合いあの朝日新聞とか好きな言葉ですけども支え合いは増税詐欺ということで、えー、支え合いというこのビジネークによって、えー、増税を促しているんですが増税しようと言ってるんですがこれはもう詐欺ですので、えー、気をつけてくださいと別に財源は政府があ新たにお金を発行すればいいだけですので、えー、騙されないでくださいっていう話ですね。 で、三つ目が、まあ、デフレ脱却は必要不可欠ということで、結局、債務対 GDP 比を、えー、改善させにしても、名目 GDP を増やさないことには改善しませんので、そのためにはやっぱり、えー、デフレ脱却をして、えー、しっかりですね、えー、名目成長もするように、えー、した方がいいというのが、えー、私の考えになりますの。で、今、四つ目がですね、まあ、経済学者でも、えーまあ、理解不足ということですね。結局、吉川博先生も日本が、 えー、財政再建必要だ別にいらないししかもまあ終わ,終わってると言っても日ぐらいな状況だし、えー、結局支え合いでっていうのは結局税が財源だと思ってるわけです、ね、じゃあそうじゃないよと、えー、別に国債発行まあ新たにお金発行すれば財源なんていうのは出てくるんだからっていうことで、まあ、そのあたりの、えーまあ、半ば最近出てる常識的なところもまだまだこの吉川宏先生は 分かっていない。理解していないというところで、やっぱり経済学者の方であっても、あの、理解不足なのかなと。一応、まあ、主流派経済学であっても、その国債を、地方銀行を買えば大丈夫だっていうのはあるんですが、どうも吉川博先生はそこの、は、えー、疑問には思ってるというか、あまあ、その立場は取らないような立場なの、のようですね。なので、やっぱりまだまだ、えー、理解が進んでいないんじゃないかなというところが、えー 今回の結論ととして挙げられるとこですのでまあ多分経済学者とか財政学者は意図的にやってるんじゃないかっていうのもありますけれどもまあ吉川先生はもしかそうあるかもしれませんがでもやっぱり分かってないのかなっていう気は今回の新聞記事を見まして、えー、思いましたので結局みんなやっぱり理解してなくて分かってないからずっとこの20年間間違えていくし。 まあ将来像もその間違ったままのまま、間違ったままに将来像を作っているので、やっぱり間違った将来像しか出てこないということが、まあ結論として言えるのかなというふうに思いますので、ぜひですね、まあ、まずは積極財政によってですね、デフレ脱却をね進めていただきたいというのと、 まあ、ぜひですね、あの、万策という金融システムを導入しましてですね、あの、中央銀行が直接巻くというのも、まあ、もちろん、あの、別に中央銀行じゃなくても政府が巻けばいいんですけども、どうしても政府が巻くと、この政治的にばら巻きだって言われてしまうような側面もありますので、なんかそのあたりの中央銀行改革も必要なのかなっていうのは、まあ、個人的には思うところです。まあ、いずれにしても、あの、デフレっていうのは総需要の不足ですので、えー、しっかり国民に対してですね、えー、 需要をつけると、まあ、お金ないと物を買えませんので、えー、需要をつけるために、えー、ぜひお金をいただきたいなということで、まあ、以上がですね、まあ、吉川博先生の「えー、広志流」のちょっと自虐士観的なところも入った内容になるんですがぜひそういう自虐士観から脱却してですね、えー、いただければというふうに思います。 えー、私自身もですね、えー、自虐から脱却できる早くお金が欲しいですといったところで、えー、本日は終わりりたたいいいとと思まますご視聴ありがとうごあがうざいましたコロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋孝明の「2021年第2次世界大恐慌と日本の危機」です。 こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。